えー、河野さんは、センターと二次試験はどのように分けて対策していましたかまた共通テストの勉強法についてご教授いただけると嬉しいです。まあ、僕は、センター試験の勉強はしてません。えー、分けて対策してたかって言われたら、してなかったんですよね。もう結局、二次試験の問題をちゃんと解けるようになったら、センターって自動的に解けるんですよ。こんなこと言ったらあれですけど、東大の数学が解けてセンターの数学解けませんって言ってる人見たことないし、それは他の科目でもしかりなんですよね。 だから、ちゃんと二次試験に向けて勉強していって、それに合わせてやっていけば、あとは共通テストの直前1ヶ月、2ヶ月ぐらいの間に、ちょっと時間配分だったり、あるいはちょっと共通テスト独特の知識問題とか科学とかあるんですよね。二次では出されにくいけど、一次ではありがちな典型的な話とか。まあそういったね、ところは共通テスト前にバーって確認すればいいだけの話で、それまでは、 本当に2時に向けてね、しっかりと勉強してもらえればいいと思います。はい。